竹山さん、なぜドバイを選んだんだろう。はぁ、飲んでるからね、あれですけど、皆さんさ、経営者だったらさ、10億円稼いだとするじゃないですか。会社ってどうやって大きくしますかって言ったら、利益を残して、その利益をさらに投資をして会社を大きくするわけですよね。ってことは、結局何回も言いますけども、僕はね、皆さんに質問ですよ。皆さんは経営者だとして、売上か利益か経費、これのどれが一番大事だと思いますか。どれが一番大事だと思いますか。売上か利益か経費、だからコストですよ。ほら、利益って答えるでしょ。で、ある人は売上って答えるよね。違うね。あのね、一番会社を経営する上で大事なものっていうのは、Everything good. そりゃ問題。まず会社をね、一番経営する上で、もちろんね、僕がのインスタとかフォローしてる人は分かると思うんだけども、経費なんですよ。結局経費をコントロールできれば利益が増えて、利益が増えれば投資ができるから売上が上がるわけですよね。そう、絶対経費と思うって言って、そんな言ってるけどさ、俺のライブを見ただけでしょ。そんな知ったかぶらないで。だから結局経費をどんだけコントロールするか。じゃあ例えば経費って何ですかって言ったら、じゃあこのレストランがあるじゃないですか。皆さんがレストランを作った時に工事入れますよね。工事入れた時に皆さんは工事業者から請求書をもらうんですよ。その請求書で、じゃあ例えば工事一式見積もり2000万円って書いた請求書を税理士に渡して、はい、支払いましたって言ったら、税理士はこの2000万円の現金を払ったのに2000万円の店舗資産に変えてるっていう BS に載せちゃうんですよね。そうすると2000万円現金を使ったのに2000万円に対しての税金が来るんですよ。でもこれをしっかりとこの経費をコントロールする能力がある人は、例えばこの椅子が9万8000円で、200個とかっていうと、椅子が9万8000円の200個の椅子があるとすると、それは全部経費で落ちるんですよ。そうすると2000円に対して1000万円してた税金が全部経費で落ちるから0円になるんですよね。ってなると経費をコントロールすることによって利益が増えて、利益が増えるからまたじゃあ2店舗目3店舗目だぞって言って売り上げが増えるわけです。こういうふうにまず経費をどんだけコントロールできるか。で、この経費を考えた時に、必ず経費っていうのは、皆さん税金も一応経費なんですよ。経営者からすればお財布から出るお金って考えれば、全て経費とね、見積もれば税金だって経費なんです。だから税金で10億円稼いだら半分5億円を払わないといけないですね。その5億円残った5億円から皆さんは投資をして会社を大きくしないといけないって言うんですけども、日本は予定納税という意味のわかんないことがあるんですよ。予定納税っていうのは、前期納めた税金に対して今期いくら納めるか税金をっていうよね。そういうのね、経営者だったらわかるんだけども、そういう風な税金を使う、ね、キャッシュフローを整えるって考えると、10億稼いでも会社を大きくするために投資ができる金額って3億円しかならないんですよ。意味わかります。じゃあドバイに来ました。じゃあドバイで10億稼ぎました。何にもありません。10億稼いだら10億そのまま使える。全部自分のポッケに入れても、従業員に全部吐き出しても、僕が10億円会社から役員報酬をもらっても税金は0円なんです。だから0円だから税金がね、また会社に投資をしてどんどん大きくなる。だから僕ドバイに来てから3店舗開いてるんですよ。でその3店舗もだいたい1店舗あたり4000万円とかかかってるんですよ、保証金も入れて。それが何で支払えるかって、そういう風なキャッシュフローっていうのをどんどん改善してるっていうことですね。あれね、会社っていうのは売上を伸ばさない方がいいんです。売上を伸ばさないで経費をどんだけしっかりとコントロールするか。でドバイに来てから経費のコントロールすらもうやらなくていいんですからね、税金がないから。そうです、経費の福利効果、その通りです。